ヨルちゃん、体調大丈夫？え？生理大丈夫？なんで知ってるの？だってペアケ見たし、寒いよ。え？調子悪いじゃん、あなた。大丈夫？なんか欲しいものとかある？なんか買ってこようか。コーンスープ。コーンスープ？うん。で、ちょっと行ってくるよ。ねえ、心配、本当に、キョウちゃん。ちょっと行ってくるから、寝てていいからね。ありがとう。うん、安静にして。うん、じゃあね、キョウちゃん。うん。届いたよ。あ、ありがとう。これが一風のちゃんぽんだ。よかったね。めっちゃあったかそう。一平も食べるね、うん。いただきます。うん、キョウちゃんにもうちょっとちょうだい。え、待って、おかしくない？ちょっと待って、お姉さん？え、割り箸が全然開かないんだけど。え、おかしい、お姉さん。え、なにこれ？お肉。ああ。キョウちゃん？どうした？キョウちゃんは疲れたので、もう何もしたくないです。お仕事お疲れ、キョウちゃん。頑張ったからね。今日ぐらいゆっくり早めに休んでもいいんじゃない？お腹減ったよ。お腹減った？ラーメンが食べたいよ。じゃあ、エッペが作ってあげようか。本当に？キョウちゃん、今日頑張ったから。お願いします。お疲れ様、キョウちゃん。リビング行こう。こたつ温まろう。エッペがラーメン作ってあげるから。で、グダグダしちゃうよ。ここでグダグダするの？けど、ここでほら、グダグダしてたら、冷えるから。風邪ひくよ。巻物みたいになってる。うん。じゃあ、ラーメン作ってくるよ。お願いしまーす。疲れ様。どうされた？頭につけて。これを、うん、こうやって。うん。どう、こっち向いて。おー、あれれれ、あれれ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 れ。おお。こっち向いて。あれれれれれ。あれれれ。あれれれれれ。あれれれれ。すごいすごいすごい。戻る。頭つけたら。いっぺー、コメントでね、キョンペイカップル喧嘩しなさそうって書いてあったんだよ。え、全然喧嘩するよね。うん、めちゃめちゃ。そうだそうだ。けどなんか大事なのは、喧嘩するかしないかじゃなくて、喧嘩してちゃんと仲直りできるかできないかだと思うの。うん、いっぺーはキョウちゃんと喧嘩した時に、うん、ちゃんとその日のうちに仲直りするように心がけてる。そうだね、キョウちゃんもちゃんとごめんなさいはするよ。それは大事だよね。うん、だ、喧嘩はするけどちゃんと仲直りしてるから仲いい。うん、仲良しの秘訣。仲良しの秘訣。